描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ニンニンおたまでござる。今日紹介するおもちゃはこれだ。変身忍び刀忍者一番刀です。今日はこの忍者一番刀を徹底レビューします。まずこのパッケージに写っているかっこいいヒーローは手裏剣戦隊忍忍者の赤忍者です。そしてここに写っているのが忍者一番刀です。ここに漢字で忍者一番と書いてありますね。この部分、これが今年の忍忍者のキーアイテムとなる忍手裏剣と言います。ギミックが盛りだくさんあります。この忍者一番刀のこの部分にいくつかボタンがありますよね。赤いボタンを押すと変化、変身します。それから青い技と書いてあるボタンを押すと必殺技、呼ぶというボタンを押すとお供人を召喚することができます。忍者一番刀は単4電池2本を使用します。さあ、というわけでパッケージから出します。あ、この忍者一番刀の大きさは一昨年前の仮面ライダーガイムの無双セイバーぐらいの大きさですね。ほうほうほう。これが忍者一番刀です。ここにスイッチがありますね。忍手裏剣を受けるジョイント部分、スイッチがあります。材質はこの分割線で全て軟質パーツになっていて、ここはプラスチック、それからこの黄色い部分は全てクリアパーツです。電源スイッチはここにあります。おお、あ、ここが光りましたね。忍手裏剣を差し込まない状態で遊べるのはここですね。2種類の通常攻撃遊びができます。お、2種類ありますね。こんな感じです。さあ、ここで忍手裏剣を開封します。今年のキーアイテムですからね、じっくり見ていきます。これが赤忍者手裏剣です。あー、この部分は軟質パーツですね。柔らかいです。あ、絶縁シートがあります。この忍手裏剣単体でも音色と電飾ギミックがあります。この背面のこれがスイッチになっていて、押すとおー、すごい。あ、これよく見ると漢字の赤だ。このような音声が鳴り響きます。この中身がコアで、そしてこれがブレード。これ両方取り外せるんです。通常は取り外せないんですけれども、このボタン、これを押しながら、引っ張ると取り外せます。ブレードを取り外した状態でここを押すと、このサウンドが鳴り響きます。取り付けるときはここを押して、ひねる。しばらく赤く光ってますね。やばい、これは集めたくなるかも。忍手裏剣の単体遊びはこんな感じです。さあ、次はこれの連動遊びです。まずは変化遊び、変身ですね。変化のやり方はとっても簡単です。忍手裏剣をセットして変化ボタンを押す、最後に赤忍者手裏剣を回転させれば変化完了です。ちょっとやってみます。ド迫力ですね。これは楽しい。途中で赤じゃ、青じゃ、黄じゃ、みたいな、あの掛け声が、なんかオタゲーの掛け声みたいなものを感じましたね。この状態でも、トリガーを引くと、こんな音声が鳴り響きます。さあ、続いては必殺技遊び。これも手順はすごく簡単です。技ボタンを押した後に手裏剣を回転させて、最後にトリガーを押す。
手裏剣を取り外すときはこのボタンを押しながら引き抜きます。さあ最後は召喚遊びなんですけども、これが忍手裏剣で、今回同時発売された手裏剣合体デラックス手裏剣陣、まあこれ後々レビューするんですけども、これに付属しているこれお供忍手裏剣、このロボの頭部になっているやつですね。この手裏剣を使って召喚遊びをするんですよね。だから召喚遊びはやり方だけこの忍手裏剣でやります。手順は必殺技とほとんど同じですね。まずこれをセットする。召喚ボタンを押す。こんな感じです。デラックス手裏剣陣のレビューの時にちょっとこれやってみます。というわけで今回の忍者一番刀のレビューいかがだったでしょうか。忍者たちはこれで変身したり、お供忍と呼ばれる巨大メカを召喚したりとか、忍者一番刀が劇中で登場しない時はないんじゃないかなっていうぐらいキーアイテムになると思います。まず単純にこの剣のデザインがすごいかっこいいことと、このサウンドギミックや遊び方が直感的ですごく楽しいです。それからこの手裏剣、今後も忍手裏剣シリーズと呼ばれるもうラインナップが組まれてるんですよね。なのでこの手裏剣がどんどん発売されていきます。あとはロボット玩具の方でもお供忍手裏剣っていうのがどんどん発売されて、この手裏剣が年間を通じてラインナップがすごく増えていくんだと思います。今後がすごく楽しみですね。このレビュー見て気になった方、ぜひゲットしてみてください。いつも動画へのコメントや高評価など本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いしますでござる。まだまだ忍者のレビューは続きます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。